タマ300。規制長300メートルの干渉系型重力波、検出装置。国立天文台三鷹キャンパスの地下にある、真空ポンプとの接続部。ダクト内部は10から6パスカルオーダーの真空に保たれている。タマ300は、国立天文台の重力波プロジェクト推進室が運用している重力波検出機、及びまたその開発、運用プロジェクトの名称。 重力波の検出に使われる装置は、基線長300メートルのファブリーペロー型マイケルソン、干渉系である。名称の玉は、装置が設置された国立天文台三鷹キャンパスがある玉地域に、300は装置の基線の長さにちなんで名付けられた。将来のキロメートル級の干渉系に必要な技術を開発すること、および天の川銀河を含む、 極部銀河群で起こるイベントからの重力波を検出することを目的としている。天の川銀河で起こる連星中星個星からの重力波を検出できる感度を持つが、このイベントが起こる確率は数十万年に一度程度と考えられている。装置は1995年から三鷹キャンパス内に建設が始まり、1999年7月から観測運転が開始された。 レーザー光のエネルギーを増幅するために、リサイクリングと呼ばれる技術を用いており、安定かつ単一波長のレーザー光を用いた極めて精度の高いファブリペロー型マイケルソン干渉計である。ファブリペロー型マイケルソン干渉計は、90度に交差する航路と航路内に取り付けられた反射鏡からなる装置である。 レーザー光源から発せられたレーザー光はリサイクリング装置で増幅される。このレーザー光を光路内で往復させることで干渉島を得る。もしも途中に重力波などが通過した場合には透過原理によって重力波による空間の歪みが生じる。この空間の歪みによって生じる光路差によって光波にはうねりが生じる。このうねりによって 干渉島が生じる仕組みである。コール内部は干渉島を得るために高度真空状態とし、さらにセンサーの熱雑音の影響を避けるために低温で運用を行う必要がある。また、干渉系の気線長の長いものほど長い波長の干渉島を得やすい。装置全体の熱雑音を抑えると同時に精度の高い干渉島を得るため、低温技術を用いた設計がなされている。 これは、新規に設置された観測装置において用いられている技術で、高精度受信素子、冷却 CCD や赤外線観測装置、X 線、ガンマ線領域でも行われている。熱雑音による精度の低下は、その装置自体が持つ温度をピークとした副射が存在するために生じるが、この影響を限りなく少なくするための技術である。2020年4月28日、 ケイグラの開発で培われた防振制御などの最新技術を応用して大型重力波望遠鏡で必要とされる100ヘルツ以下という低周波における揺らぎの制御の実現に成功したと発表した。この技術をケイグラをはじめとした大型重力波望遠鏡に適用することで従来より感度で約2倍観測可能な重力波イベントの数は約8倍となる見込みで 各重力波望遠鏡のアップグレード時に採用される予定としている。ありがとうございます。